네. 世界に開かれた転生の扉を閉じ終え、再び合流を果たしたリンクたち。シークに姿を変えていたゼルダが戻り、さらに心強い仲間たちも加わりました。一方その頃、4つある魂のかけらのうち3つまで取り戻したガノンドロフは、 シアの体から離れてどこかへ姿を消してしまいます。ガノンドロフから解き放たれたシアは、すべてのトライフォースと勇者リンクを我がものにしたいという思いを強くしました。魔法で軍勢を大きくしたシアは、以前にも増して激しくハイラルを攻め始めたのです。 ですが、ゼルダには切り札が残っていました。その切り札に必要となるあるものを求めて、ゼルダと仲間たちは聖剣の神殿へと向かうのでした。
Hit!
Do it.